おはようございます。明治学院大学3年の中村です。今日は24卒就活生の私の一日をお届けします。今日は長期インターンなのですごい早起きの日です。顔を洗ったら早速朝ごはんを食べます。今日は時間に余裕があったので納豆と味噌汁をしっかり食べていきます。普段は時間なくても味噌汁を飲むようにしてます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ご飯を食べたらお化粧します。化粧はだいたい15分くらいで、最近はその間にワンピースを見るようにしてます。終わったら荷物をまとめます。いつも持ち歩くものは化粧道具、お財布、本などです。ついに出発します。この日はめっちゃ暑かったので電車涼しかったです。おはようございます。中村のなみです。明治学院大学に通っています。今日の予定はインターン一つ最初に行って、セミナー行って、学校行って、インターン。どんなインターンされてるんですか？インターンは一個は洋服、うん、アパレルの EC サイトのインターンで、私そこで今 SNS の企画を出したりしてます。今年の3月から始めました。どういうきっかけで洋服の方のインターン始めることになったんですか？てかめっちゃおしゃれですよね。ありがとうございます。洋服好きで、インターンも自分の好きなことをやりたいなと思って、将来メディア系だったりとかそっちに就職したいこともあったから、ちょうど好きなブランドでインターンを募集してたのでラッキーと思って、でなんかここでその SNS 運用の力とかマーケティングの力とかつけていきたいなと思ってやり始めたっていうのがきっかけです。もう就活始まってますか？なんか調べたところによるとメディア系は早いみたいな、ですよね、もう聞いたからやらなきゃみたいな感じになってます。なんかまだ調べてる段階というか、まだエントリーとかは出してない？出してないです。では頑張ってください。いってらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。お昼ご飯は？お昼は冷やし中華食べました。この後はどうするんですか？この後は授業あるんですけど、はいはいはい、授業まで時間があるので少し大学で課題とかやっちゃおうかなと思ってます。じゃあ行きましょう。はい。どんなお仕事してるんですか？アパレルの SNS 運用みたいな感じで、うんうん、企画をしてそれが通ったら自分で撮影までしてとか、うんうん、あとはその撮影して実際に投稿したものがどれだけ伸びてどれだけ買い上げにつながった売り上げにつながったかの数値分析とかもやらせてもらってます。へー。周りも結構みんな長期インターンとかやってる感じなんですか？周りはあんまりまだいないですね。ニュースで雨降るって書いてあったから、うんうんうん、寒くない格好にしようみたいな、うんうんうん、でこれ着てきたはいいけど傘を忘れるっていう。もう大学着きますか？もうちょうど着きました。おお。頑張ってきます。頑張ってください。ありがとうございます。行ってきます。行ってらっしゃい。大学では何学んでるんですか？大学では社会学部に入ってて、専攻では今メディア系の勉強してます。今対面が多いの？週3対面とかです。そうなんだ。学校楽しい？学校楽しいです。最近予約楽しくなってきた。去年まで対面ばっかだったのね。じゃあ授業の準備頑張ってください。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。授業も眠かったです。頑張ったね。疲れちゃって。次はセミナー、セミナーに行ってきます。お、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。お忙しだね。お忙し、頑張ります。今日はES かけます。 OK です。じゃあちょっと頑張ってください。はい。古着屋の猫のシールです。一時期これ全部猫だったんですよ。怖いけど、なんか狂気的すぎるからって言われて友達に剥がされて残った4枚です。それ怖い。授業休んでるとかはしないんですか？奨学金もあるから、うん、その時に1授業3000円とかなると行かなきゃなと思って。なんでそんな頑張れるの？原動力。原動力。自分の最終的な目標が、自分の思う幸せになりたいなんです、うん、なんかそこにたどり着くために、今必要だなと思うことを頑張ろうって思ってやってます。作業終わりました。次はインターンに行ってきます。インターンは
インターン今日はちょっと長くて10時まであります、うん、じゃあ頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。ここら辺なんですか？ここら辺です。じゃあまた夜9時まで、10時までか。10時までなんですよ。頑張ってください。頑張ります。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとうございます。危ない危ない危ない。